ホームです。北海道日本ハムファイターズ対オリックスバファローズの一戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか。まあやっぱり先制点でしょうね。どちらが先に主導権を握れるのか非常に重要になってきますよね。どちらのチームが先に点を取るんでしょうか。まずはファイターズの先発山崎が札幌ドームのマウンドに上がります。さあバファローズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。1回の表バファローズの攻撃は1番センター中川背番号67。はい、まず何を投げてくるか。初球打ちファールグラウンドで掴んでワンアウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。ここは初球要注意でしょうね。狙ってくるバッターですからね。なるほど、ではバッテリーの組み立てに注目ですね。改めてお聞きします、この宗どういうバッターなんでしょうか。まあ、ボールにバットを正面からぶつけていくような打撃が特徴のバッターですね。なるほど、そうですか。この低いボールは外れます。流しました。これはどうか。レフト前に持っていきました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。ワンアウトランナー二塁となりました。初球は何から入ってくるか。あー、いいボールでしたけどね。はい、変化球わずかに外れてボール。3球目は何で来るか。ここはバッターの狙っているボールを読めるかどうかですね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか。低めいいところに持ってきましたが外れます。フルカウントになります。取った。一塁そのまま入ってアウト。ランナー進めてきましたね。まあそしてこの場面相手が勝負強いバッターですから甘いコースは特に禁物ですね。その警戒すべき頓宮が打席に入っています。アウトコース、これは見送ってボールです。惜しいボールでしたね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。さあバッター追い込まれています。高めのボール、これはどうだ。セカンドの右抜ける。サードランナーホームイン。バファローズ1点を先制しました。ライト前のタイムリーヒット1対0。序盤から先手を取られています。5番レフト石川背番号7。インコース決まっています。
インコースボール。打ちました。取った。一塁送球。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ見事な攻撃でした。1対0バファローズ先制です。打順の組み立てというのは難しいと思うんですが、このあたり西さんはどのように考えてらっしゃいますか？そうですね、1年間のシーズンを考えると選手の波もありますからね、その辺を見極めて打順を組み立てるというのは難しいでしょうね。そうですよね、監督の大きな仕事の一つです。バッターは松本。先頭バッターとしての仕事をしたいところ。最初は変化球持ってきました。ストライクです。高め外れてボール。引っ張った。宗アウト。ワンアウトです。バッターは上川畑。田島まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上田島、そしてキャッチャーは森。このバッテリーをファイターズ打線がどう攻略していくか、西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか、注目です。これが3球目。バットが動きませんでした。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。ここは高めのボール誘ってきましたが手を出しません。スリーボールツー、空振り三振、ツーアウトになりました。バッターボックス清宮、ツーアウトランナーありません。初球変化球は空振りです。ファウルになります。打ちました。ゴンザレス一塁アウト。スリーアウトです。反撃したいファイターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1回終わりました。1対0バファローズが1点を。2回に入ります。バファローズの攻撃、バッターは6番杉本。ファイターズ1点ビハインドで迎える2回です。さあ里崎さん、まずは先頭バッターですよね。まあ自分でも今の状態はね、分かってると思うんですよね。まあこっからバッテリーがどう組み立てていくかですね。そうですね、さあ修正できるかにも注目しましょう。アウトコース空振りです。149キロ。打ちました。この打球はファウルグラウンドへ切れていきます。ファウル。さあ5球目は何か。これもファウル。外れましたけどいいボールでしたね。はい、変化球わずかに外れてボール。スリーボールツーストライクです。引っ張った。弾き返した打球はレフトへ。レフトが取りました。ワンアウトです。バッターは7番に入っているゴンザレス。まずはワンアウトを取っています。いい当たり。これはどう。一二塁間を破る。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスには指名打者のヒットでランナーを一塁に置いています。
まあ初球ボールになりましたけど、低めを徹底したい場面ですからいいと思いますね。はい、長打を警戒する場面、低めを徹底したいところ。インサイド、弾き返した打球はセンターへ。バッターは9番に入っている紅林。ツーアウトになっています。インサイド打ち上げました。詰まりながらも左中間へ。この打球はフライになっています。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。ランナー出ましたが、バファローズ得点には至りませんでした。1対0、バファローズが1点をリードしています。ゲームはこれから2回の裏に入ります。さあファイターズ、この回は4番から始まります。万波が打席に入ります。ファイターズ1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面です。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。さてバッターボックスの万波、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ壺にはまれば豪快な一発が飛び出す場。振っていきましたが三振、ワンアウトです。バッターは DH マルティネス。田島、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。インコース打ちました、いい当たり、切りました、ファールボールです。またファウル、ここもファールです。ライト方向を流しました。これは一二塁間を破る、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。さあまず1球目、まずはインコース。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。引っ張った、三遊間抜ける、ファイターズチャンスになりました。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそう。外の球打った、セカンド正面、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレーで3アウト。里崎さん、立ち上がりに攻められてしまいました。今日は本調子ではなさそうに見えますが、いかがでしょうか。まあただベンチとしては最低5回までは投げてほしいと思ってるでしょうね。そうですよね。インコース、ノーボール2ストライク。インサイド落ちました、高く上がりました。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。打順は2番、宗。前の打席はカーブを狙い打ちされたんでね、ここは気をつけたいですよね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。変化球、これは胸元へ、高めちょっと外れたか。ツーストライク、ツーボールと追い込んでいます。打ちました、中島、アウト、ツーアウト。打席には3番バッター森、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。ストライクになります。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。インサイド落ちました、このフライは切れそうだ、切れました、ファールボール。この球は外れています。さあ次のボールが勝負ですね。なるほど、そうですか。さあこれで決まるのか。サード取った、ツーアウトランナー一塁。こちらがは最初は変化球できました。一塁牽制、一塁はセーフ。角度のあるクロスファイヤーでしたよね。インローを指にかかったストレートで空振り、146キロ。
ここはバッターが狙い球を絞って思い切り振ってくるカウントですから、しっかり低めにコントロールしないといけませんね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。次が5球目。打ちました。取った。一塁送球します。一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたが、バファローズ得点はありませんでした。西さん、早い段階で先制を許しているわけですが、序盤3回です。まだ選手たちに焦りというのはないんでしょうか。どうですか。いやいや、まだね、あの序盤ですから、選手たちはね、今後のゲーム展開、ここに集中してほしいですね。ありがとうございます。ボールになります。ファウルになります。バットに当たりません。三振。ワンアウトです。初球空振りです。変化球タイミング合いません。あっという間にツーストライクです。高め打ちました。これはどうだ。センターへ抜ける。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、そうですね。さあ、2球目は何か。ヒットエンドラン。セカンドうまくさばいて、ツーアウトになりました。これは進塁打になりました。さあ、ファイターズ同点のチャンスを迎えています。まあ早いうちに振り出しに戻しておきたいところですね。なるほど。レフトへ、いいところに上がっている。同点のチャンスがあったファイターズですが、そのチャンスを生かせませんでした。3回終わって1対0、バファローズが1点をリードしています。回は4回の表、バファローズの攻撃。バッターは5番西川。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ファイターズ1点ビハインドで迎える4回です。さあ、里崎さん、中盤1点差ですから、しっかり抑えていきたいですよね。そうですね。このあたりからちょっとしたミスがね、致命的になりますからね。そうですね。さあ、しっかり抑えていきたい。インサイド変化球外れます。次が4球目。力のあるストレートですよね。はい、低めストレート、空振りでストライク。ツーボールツーストライクです。5球目は何で来るか。打ちました。これはどうか。ショートの左抜けました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。打ちました。この打球は落ちるか。どうだ。ヒットになった。ファイターズピンチになりました。ノーアウトランナー二塁一塁。ここはゲッツを取りたい場面ですよね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。ストレートを狙ってたんでしょうかね。ああ、そうですね。
これは変化球。里崎さん、ゲッツーを狙うときはどういうリードをするんでしょうか。まあインコースを詰まらせるか。もしこのピンチ見逃しで三振を奪いました。まず一つアウトを取りました。まあ今の組み立ては狙い通りでしょうね。まあただチャンスに強いバッターが相手ですからね。彼の裏をかくような配球で攻めたいですよね。そうですね。さあ気をつけていきたいバッターボックスです。里崎さん、長打を防ぐようなリードというのはあるんですか。まあとにかく長打を防ぐためには低めですよね。ストレートも変化球も低めを徹底して投げていきたいですね。なるほど、そういうリードになるんでしょうか。低め、これは外れた。きっちりと見極めました。スリーボールになりました。レフトへ、これは上がりすぎ。ここは打ち上げています。抑えてツーアウト。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。今のはキャッチャーの要求が良かったですね。まあ点差を広げられないように無失点でこの回を追いたいですね。うん、そうですよね。さあこの場面で打席には9番の紅林が、はい、打ちのボール打っていった。高い打球掴んでスリーアウト。追加点は与えませんでした。ランナー出ましたがバファローズ得点には至りませんでした。1対0。1点リードはバファロー。日本ハムファイターズ4回裏の攻撃になります。バッターは清宮。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ファイターズ1点ビハインドで迎える4回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。まだ1点差ですからね。この回でしょうね。そうですね。打ちました。高いバウンド。サード取った。アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。ここはファインプレーに阻まれてしまいました。里崎さん、バッターボックスは4番万波。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。インサイド落ちました。ファウルになります。さあ3球目は何か。バッター取りました。アウト。ツーアウト。バッターは今日 DH に入っているマルティネス。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。これはバットが泳ぎます。ノーボールツーストライクです。これは低いところに持ってきました。ストレート外れました。アンパイアの手が上がってもおかしくないボールですね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。打ちました。ショート取った。一塁アウト。スリーアウトです。はい、5回の表。里崎さん、ここは我慢のピッチングが続いていますが粘ってほしいですよね。まあそうですね。ただベンチではそろそろ交代っていう考えもあるんじゃないですかね。まあ、そうかもしれませんね。継投策もキーになってきそうです。わずかに入りません。打ちました。取りました。一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスには2番宗。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはファイターズが山崎、そしてバファローズが田島、この2人の投げ合いとなっています。変化球タイミング合いません。インハイ空振り。窮屈なスイングになりました。ツーボールツーストライクです。見送っています。ボール。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。変化球で空振りを取ります。バッターボックスには3番森。先ほどの打席は内野安打でした。ツーアウトランナーありません。初球ストライク。次が2球目。高め打ちました。切れていきます。ファウル。低めの変化球です。
これもファウル。惜しいですね。決まったかと思いましたよね。膝元変化球がわずかに外れています。膝元をつきましたが外れました。フルカウントです。引っ張った。これはどうだ。セカンドが取る。一塁アウトで3アウトチェンジです。この回バファローズ3人で攻撃を終えています。1対0。1点リードはバファローズです。西さん、バッターも一巡してますんで、そろそろボールに目が慣れてくる頃なんじゃないでしょうかね。まあそろそろね、あの絞り球っていうのも見えてくるんじゃないでしょうかね。狙い球を絞る、そのあたり対策はできるんでしょうか。次が3球目、ボールです。4球目は何で来るか。インハイ、際どいコース、高め外れました。3ボール2ストライク、三振になります。ワンアウトです。打順は7番、郡司。先ほどの打席は同点のチャンスだったんですが、セカンドゴロ、併殺打に終わりました。田島、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。外外れてボール。際どいコース外れました。アウトコース見送っています。インハイ決まります。3ボール2ストライクです。引っ張った。サードが取る。2アウトになりました。打席には1番バッター伏見。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。インサイド落ちました。ファウルになります。痛烈、切りました。ファウルボールです。これが4球目。またファウル。アウトコースのチェンジアップ、インコース詰まりました。ここは打ち上げています。取って3アウトです。反撃したいファイターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。6回の表、札幌ドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。バファローズの攻撃、バッターボックスには4番頓宮。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ファイターズ1点ビハインドで迎える6回です。高めのボール、これはファウルになりそうです。切れていきます。ファウル。アウトコース空振りです。ワンボールツーストライク。さあ勝負してくるのか。引っ張った。野村、一塁へ、アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。いいプレーが出ました。ファインプレーです。里崎さん、今のプレーいかがですか。この一瞬の判断は素晴らしいですよね。ファウルになります。2球目は何で来るか。いいまっすぐですね。はい、外のストレートがストライク。ノーボールツーストライク。ここもファールです。ボールカウントは2ストライクです。打ちました。高い打球レフトへ。しかしこれは外野追いつきそうだ。郡司が掴んで2アウト。バッターボックスには6番杉本。さっきはストレートを打たれたんでね、ここはストレートをどう使うかですよね。そうですね。そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。打ちました。中島、一塁アウト、スリーアウトです。この回バファローズ三者凡退です。1対0。バファローズ今日は非常にコントロールがよく、ストライク先行です。球種の割、6回の裏追いかけるファイターズの攻撃。
バッターは9番中島。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ファイターズ1点ビハインドで迎える6回の攻撃です。打ちました。ツーラツ三遊間抜ける。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁には同点のランナー。バッターボックスには松本。まあ彼はバンドがうまいですから送ってもいいでしょうね。なるほど、そうですか。ランナースタート。キャッチャー二塁送球する。この盗塁大きいですよ。一打同点のチャンスになりましたね。やはり足があるっていうのは大きな武器になりますね。はい。まあ、彼の場合は右打ちもありやと思いますね。なるほど、そうですか。西さん、今のこのような場面、送ってきた。三塁方向、一塁アウト、送りバント成功。ワンアウトランナー三塁。コースですが外れています。ここは内野は前進守備ですね。まあ、バックホームを最優先に考えているんでしょうね。そのようですね。今のはよく見ましたね。膝元変化球がわずかに外れています。変化球打った。サード取った。一塁アウト。ランナーは変わらず三塁です。バッターボックスには代打の浅間。ツーアウトになっています。西さん、同点のチャンスに打順が回ってきました。なんとかね、同点に持ち込みたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。厳しいコースでした。まずは見送ります。インコース低めの球、ストライクを先行させていきます。追い込みました。低め、これは外れた。さあ勝負してくるのか。ライトへ、大きな打球だ。掴んでスリーアウト。追いつくことはできませんでした。同点のチャンスがあったファイターズですが、そのチャンスを生かせませんでした。6回終了1対0、バファローズが1点をリードしています。7回の表、バファローズの攻撃は7番セカンドゴンザレス。インサイド決まっています。外の球外れています。ボールになります。低めボール。これが5球目。インサイド落ちました。打ち上げた。ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターは DH。 先ほどの打席はレフトフライに倒れています。山崎、まずは先頭バッターを打ち取っています。空振りになります。
あっという間に2ストライクです。切れました、ファールボール。緩いボールを持ってきました。インサイド落ちました。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。さあ、球数的にも多少きつくなってきたでしょうか。打席には9番バッター紅林。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。2アウトになっています。この球は外れています。3球目は何で来るか。ボールになります。2ボール2ストライク、追い込んでいます。変化球ボールになります。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。最後はレフトフライ、掴んで3アウトです。この回バファローズ3人で攻撃を終えています。西さん、こういったゲームの場合、ちょっとしたきっかけで場面が動くというのは多いですよね。もしきっかけがあるとすれば何ですかね。まあとにかくね、先頭バッター一人のバッターが塁に出ることで状況は動きますよね。さあ、その状況この回で動くんでしょうか。今のはよく見ましたね。はい、低めわずかに外れてボール。ボール先行です。改めてお聞きしますが、バッターの万波、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあそうですね、状況にもよりますが、基本的には一発を狙った思い切りのいいバッティングをしてくるバッターですね。ああ、なるほど。3ボール1ストライクです。打ちました。セカンド取る。アウト、ワンアウト。バッターボックスには指名打者のマルティネス。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。これは外れます。ボール先行です。インコースボール、ストライクが入りません。インハイ、空振り。3ボール1ストライクです。決まってストライク。スリーボールナッシングからフルカウントまで戻しました。これが6球目。打ちました。これはどうだ、センターに抜ける。これでマルチヒット、ワンアウト。外から入りました。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。内へズバッと投げ込んできました。さあ、4球目は何か。インコースに切れ込む変化球。さあ、5球目は何か。センターへ、いいところに上がった。抑えて2アウト。2アウト、ランナー1塁と変わります。バッターボックスには7番郡司。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。変化球打った、ボテボテの内野ゴロ。一塁アウト。これで3アウト。これから8回バファローズの攻撃。中川がバッターボックスに入ります。今日はまだ当たりがありません。ファイターズ1点痛烈、ファーストの横抜けました。中川、今日の初ヒットがここで出ました。ノーアウトランナー1塁です。里崎さん、バントを阻止するようなリードというのはあるんでしょうか。そうですね、胸元えぐるような球行きたいですね。なるほど。
送ります。野村アウト、ワンアウトです。送りバント成功。際どいコース見送っています。打った、抜けた、セカンドランナー帰れば追加点、ライト前ヒット、これでマルチヒット。さあそして打席には頓宮が入っています。さあなおもピンチの場面、これ以上離されると厳しいですから、なんとタッチもセーフ。このボールは見送るのが精一杯、ストライクです。低め打った、抑えた、そのまま入って二塁アウト、ダブルプレイ、チェンジです。ランナーで8回の裏に入りました。追いかけるファイターズの攻撃、打順は8番伏見、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ファイターズ1点ビハインドで迎える8回の攻撃です。西さん、先頭バッターとしての役割を果たしたいところだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、まだ逆転のチャンスはありますからね、とにかく先頭バッターを出したいですよ。さあまずは先頭バッターを出していきたい。変化球空振り、ワンアウトです。打順は9番中島、今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですね。さあここも打っていけるか田島、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。インドを見送っています。よく見極めましたね、やはり選球眼のあるバッターですよね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。低め外れました。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。インサイド落ちました、レフトに大きな打球、これはどうか、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。これで3打数3安打の猛打賞、ワンアウトランナー二塁となりました。さあそしてバッターボックスには松本が入ります。さあ同点のチャンスです。まあ終盤ですからね、このチャンスを生かせるかどうか大きいと思いますよ。なるほど、そうですね、右方向、このフライはヒットになりそうだ、ワンアウトヒットになった、ライト前ヒット、松本、これが今日の初ヒット。西さん、ここはスクイズはありますか。まあ犠牲ぐらいでも OK の場面だと思う。スクイズしてきた、左方向へ転がした、おっと送球が乱れた、サードランナーホームイン、ファイターズ追いつきました、1対1、なおも二塁一塁のチャンス。3番バッター浅間、ファイターズこの回1点を入れています。さあ試合を振り出しに戻し、なおも勝ち越しのチャンスを迎えています。これが1球目、初球ボール、中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けた。センターへ、これは上がりすぎたか、センターフライ掴んでアウト、ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。さあそして打席には万波が入っています。さあツーアウトながらなおもチャンスは続きます。まあ今度はしっかりつないで勝ち越しておきたいですね。なるほど、そうですよね。落ちる球で誘ってきたんですがバッター動きません。うちのボール打った、ファウルボールです、ファウルボールです、これは見送ってボール。インコースの変化球見ています。これでフルカウント、内のボール打った、これは大きな打球、ライトの頭上を越えた、ファーストランナーサードランナーも蹴った、ファーストランナーもホームイン、ファイターズ勝ち越し、3対1、リードを奪いました。バファローズここでピッチャーが変わります。打席には5番バッターマルティネス、ファイターズこの回3点を入れています。さあ逆転に成功し、なおもその点差を広げていこうかというところです。インコースの変化球見ています、
った。ファールグラウンドへのフライです。掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回ファイターズ貴重な得点でリードしました。9回、札幌ドームが歓声に包まれました。最後を締めるのはもちろんこの人です。ファイターズの守護神田中正義、声援を背負っての登板となります。初球はボールになりました。これが2球目、低いところへ決めてきました。これが3球目、ファウルになります。打ちました。これはどうだ。一塁へ送ります。アウト、ワンアウト。6番バッター杉本、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトランナーなし。さあ守護神田中正義がバファローズ打線の前に立ちはだかります。里崎さん、どうでしょうピッチャーの状態は。調子は悪くなさそうなんで、しっかり締めて終わりたいですね。なるほど。さあしっかり締めてもらいましょう。低め見送っています。ボール先行です。さあ3球目は何か。高めいっぱいに決まります。打ちました。上川畑、アウト、ツーアウト。7番バッターゴンザレス、先ほどの打席はファールフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。そうですね、まあ落ち着いてしっかりと最後のアウトを取ってほしいですよね。はい。さあ最後のバッターになるでしょうか。次が3球目、内へ低めの変化球。次が4球目、空振りになります。2ストライク2ボールと追い込んでいます。打ちました。痛烈、あっと強い当たり取れない。1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁まで進みました。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。最後まで集中して丁寧にいってほしいですね。なるほど、そうですね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。153キロ。ストレート打った。ファーストが抑えた。一塁アウト。これで3アウト。試合終了。2点差を守りきりました。